ミュージカル、刀剣乱舞、シリーズや舞台版、ヒプノシスマイクディビジョンラップバトル、などの人気舞台に多く出演し、その高いパフォーマンス力で注目と人気を集める高野明。2019年からソロとしてアーティスト活動もスタートさせ、今年3月にはファーストアルバム、エンターをリリース、同アルバムを引っ提げた初のライブツアー、高野明ファーストライブツールエンターも開催した。この初のソロライブツアーが映像化、10月27日に DVD&ブルーレイで発売されることを記念して、高野に取材を敢行。俳優とアーティスト、どちらの顔も持つ高野ならではの思いや、ライブのこだわりを語ってもらった。初のライブツアーを終えて、どんな感情が大きいですか？高野不安が大きかったので、達成感が8割くらいですね。でも予想以上に楽しくて、ライブってこんなに楽しいんだって思いました。一人で歌って踊って、1時間半のライブをやるのが本当に心配で、歌も、最後の方は無理だろうな、とイメージしていたんですけど、始まったら意外と慣れて、だんだんコツを掴んでいく瞬間もまた楽しいですし、パフォーマンスがお客さんに届いて、ここがまたスタートラインなんだな、と思うとより楽しかったです。舞台作品の座長や、役柄としてのライブも経験されていますが、それとはまた違った難しさがあったのですね。高野そうですね、体力的な難しさもありましたが、集中力が本当に大事で、全然気が抜けません。舞台では座長だったとしても、自分が出ていないシーンがたくさんあります。だからこそ、自分が出るシーンは決めどころを分かった上で、ここはこうした方がかっこいいな、と思って出ているんですけど、ライブは全部がそこなので、全部に色をつけられるんだろうかという心配もありました。ネクスト、ストーリーパートは、自分らしさを出せた、5分の2。1、2、3、4、5。